サウンドトラックは映画及び映画音楽の用語で映画のフィルム上における音声が収録されている部分を指す。映画用語から派生した言葉であり、ドラマ、映画、テレビゲーム、アニメ、コマーシャルソングなどの劇とも音楽や付随音楽を収録したアルバムを指す場合もある。略称はサントラとされることが多いが、OST とされることもある。 16mm フィルムの右にあるのが、光学面積式のサウンドトラックサウンドトラックは、元来はトーキーが実用化された際、フィルムの長手方向に、画像コマとは独立に設けた音声用トラックを指した技術用語である。セリフ、効果音、BGM などが含まれ、上映に際して再生される。この方式を使って公開された最初の映画は、 1926年公開のフライシャースタジオ制作の映画懐かしいケンタッキーの我が家である。サウンドトラックには光学式、磁気式があり、光学式の中にさらに面積式、濃淡式がある。また両方式を通じてモノラルステレオの種別がある。歴史的には光学式の中では濃淡式が古く面積式が新しい。 光学式と磁気式では、光学式が古く、磁気式が新しい。また、もちろんモノラルが古く、ステレオアートに登場した。世界初のステレオ映画は1940年公開のファンタジアで、映写フィルムとは別にもう一本、光学式で4トラック音声記録されたフィルムを用意し、上映した。業務用途では、 ニュース取材を中心としたシングル方式同時録音で磁気式が多く使われた。また、8mm フィルムのサウンドトラックは一般的に使われていたもののほとんどは磁気式であった。光学式、サウンドトラックはフィルムの画像部分の横に光学的に作られる。様式としては、濃淡式と面積式がある。濃淡式は、 古い方法でトラック幅を横断して濃い部分と薄い部分とが存在し、その濃さが信号となる。面積式は新しい方法でトラック幅を分割して真っ黒な部分と真っ白な部分が存在し、その面積比が信号となる。上映用プリントの作成に際してはガネガの他にオトネガというものが作られ、そのオトネガから焼き付けられる。直式は 光学式サウンドトラックと同じ位置に帯状に磁気体を設け、そこにテープレコーダーと同じ方法で録音するものである。コストが高いため 16mm 以上では少量のプリントを製造する際に使われた程度であり主流とはならなかった。フィルム上に置かれるサウンドトラックについては光学式磁気式のいずれも画像部分とサウンド部分にズレが生じている。 これは画像は上映時に簡潔的にフィルムを止めてシャッターを介して光を当てて使うのに対しサウンドトラックは連続的にフィルムを流して等速で読み取る必要があるためである一般にサウンドトラックが先行しておりどの程度先行するかはそれぞれの規格によって異なる例えば 16mm 映画の場合光学式では26区分 時期式では28区分先行させることになっている。このことは完成品の映像については全く問題にならないが、撮影時に同時録音した素材を編集する場合には障害となる。同時録音した素材を編集すると、それぞれの規格で定められた分だけ音が先に切り替わるという現象が生じるためである。映画の上映に合わせレコードの音声を再生する。 レコードトーキーという仕組みはフィルム上にはサウンドトラックはなく映像として人間が認識できる合図とともにレコードを再生し同期させていたフィルム上に設けられたサウンドトラックの音質は光学式、磁気式を問わずあまり良いものではなかったまたマルチチャンネル化もせいぜいステレオが限界であるフィルム上に置かれるサウンドトラックは 後の高音質化の欲求に応えられるものではなかった。そのため、高音質を求める場合には、フィルム上にはサウンドトラックを設けず、他に音声媒体を設けるという方法が開発された。最初は、映写機とシンクロシタベット用意された磁気テープなどから、同期再生するという方法が採用され、7 0ト、mm、ル映画などでは、マルチチャンネルの磁気テープが標準化された。 また、テレビ局でシネテープと呼ばれるフィルムと同じ形状の磁気テープを同期再生することがあった。その後さらにサウンドトラックは発展した。音質面では CD-ROM に記録された高音質の音源を同期するものも登場し、ドルビーデジタルや SDDS などのデジタル音響システムを採用するものが多くなっている。また同期システムもシネテープなどの機械的同期は スタデ、スンプトなどの電子的動機システムが導入されている。すでにフィルム上のサウンド用のトラックという意味は薄れており、サウンドトラックという言葉は映像とシンクロする音全般を指すものに添加している。本来のサウンドトラックから転じて映像作品のバックグラウンドミュージックや挿入曲、あるいはそれらが収録されたアルバムのこともサウンドトラックと呼ばれるようになった。 アルバムのうち映像作品と全く同じ音源から起こされた作品をオリジナルモーションピクチャーサウンドトラックという。同じ奏夫、同じ演奏者によるが映像作品とは別に演奏された音源による商品のことをオリジナルサウンドスコアと呼び厳密には区別される。近年劇場映画作品の主題歌、挿入歌及び劇中未使用の歌も含まれるアルバムを英語圏では ミュージックフロムインスパイアードバイと呼ぶが、それが日本で輸入販売される際にサウンドトラックと名打たれることがある。人気映画やテレビ番組、ゲームソフトのサウンドトラックは音楽チャートの上位にも上がる。ありがとうございます。